4無体転向かな。いいね。じゃあまずここ組み合わせとしては天使が辛いところかな。まあね、このジャン B を潰していきたいですね。お、いいね。ジャン6への B。あ、何ジャン8。惜しい。遠泳から6泳。業務に売りだと僕も思いまあ、す。まあ僕もそうかなと思う。お、人工島入れてる。フローさん、一押しの人工島を入れてい先る。に申し上げておきます。え私、全画面でないと言えない人なので、え。あ。嫁った後コメントできなくなります。はーい。僕が頑張るわ。まあその B は消していきたいですね。遠距離の B は、遠距離の B は、地上の C で消したいとかね。あ、DC。いて。今天使頑張れ。やはりヨウムか。あ、僕はちなみにあんまり実況上手くないから、ここの、なんだ、あれね。試合のね、実況は上手くないから、いつも。一人でプレイしてたから、頑張るね、でも。あー、ジャン A、ジャン8 A か。ここ引っかかりやすいね。縁切るなビーバー、ちょっとクスッときた。字幕でじわじわくる。字幕は、まあ、楽しんで。端に追い込まれるとつらいぞ。走りの中でつらいですね。警戒してくる。自爆破楽しんでにくさ。あ、いや、自惜しい、爆破お。楽しみ了解。今の、昇竜が当たったかと思ったんだけど、タイミングがあったんかな。あ、石柱、いいですね。僕、推しの石柱。ただ、霊力があんまないので、ここ、下手に突っ込んじゃったら割れちゃうな。うんこすが、人ごと。いいね。暴れつぶし。積極的に出したいな。典型チャンス？わらわあ、ら惜しい。なんて自爆になるのよ。知らない。あ、今、典型いけたかもしれない。いや、でも、いい結果があり。いや、しっかりしてる。人工島、熱い。ここは、あ、枯れる。僕ができない、それ。あ、熱いな。チャンスよ、それ。でも、スペックかかるな。あ、惜しい。ただ、この大会特有のプレッシャーっていうのはあるから、そこを味方につけたいね、今。あ、惜しい、勝利。え、てくれん。しかし、今は、なんだろう、今、遠泳が入らなかったんかな？は無理したくないね。ここではまだ死なない。次だね。重ねが被る。でも、噛み合わないね。典型潰したいけど、ちょっと自己当たりで何かを待ちたい天使。4はもうガンガン攻めてる。あー。プレッシャーが。まあ、2先ですので、もう1回ですね。あ、ごめんね、みんな、どんどんコメントで盛り上げてくれていいからね。こっちのブロックは、こっちしかないからさ。見入ってしまう。見入ってしまう。まあそうだね。見入っちゃうね。僕も見入っちゃうか字幕らさ。が荒ぶる。あ、字笑。幕は荒すぶるごく防御的な天使だと思った。ね。いやー、でもね、実際読むと、戦うと、あんまり攻めれないというか、カウンターが痛いのでね。あ、ジャン A が痛いですね。字幕って結構、ねみねみーちゃんなんなのよ。あ、ネミネミなの？字幕って結構、よく格闘そうすゲームんにで対しや。て合わないよね。わお。専門用語が。久しぶりに転職やりたくなるな。コントローラないけど。頭の中で一緒に戦低空おう。飛翔からじゃされるだけで辛いし、ニブジブも辛い。そうですね。あー、結界が、そうだね、今のね、僕もやる。そこにキーボードがあるじゃろう。さあ、4は、キーボースドキルがあカーりドまをす。用意ですか？さあ、いつでも勝利をかませますよというプレッシャーが。しかし、天使もそ昇こ天にです。アケコンがあるじゃろう。くて。切り替えて、スキルカード回して、あ、今の、あぶりナイス。キーボードおすすめよ。人工島、真その上スの、ケミ強コンい。をよこせ。え、人そ工こ島に強俺ない？が行きます。キーボードでしか操作できない。あ、モノエさんだ。ヤッホー。ズナね、く手振って。とくよ。ヤッホー。
いや攻めたい。あ、ナイス。これも今の3位だったな。いや難しいよな。石柱が自己当たりしない。ここはもう触れたい。あ、ミラージュジャイン惜しい。ここは決壊、空中決壊、焦点突。開け込んはないな。上がりじゃできてれば食ってない。あ、これうまいんじゃない、空中決壊。いいのボルテン突ねえ、昇竜。そうだよね。あ、じゃあ、あーいいね。カウンターヒットの3位からしっかりと。天使の対応も拾いづらい、ね、なんでこっちまでそんなの言うのよ。斉藤さん頑張れ。クリアンさん白昼結果見てからのボテン突しっかりしてくるよ。あ、そうなんですか。やべえ、クリアンさんと戦ったことあったかな。同じ天使プレイヤーとしてはちょっと学びがある、ね、天使頑張れ。僕は天使応援しようかな。ルビキーとペンタブしかない。天使使いだし痛いねこれは。まあ天突も誤爆しづらい。いや、そうなんで射撃には効かないんじゃな。わかる。でも出したくなる敵伝ここで。あ、なるほどね。射撃重ねてるから今のはね、昇竜してもだ。ああ、ペンタブで全速。しょうがない、このラウンドはしょうがない。まあ、4枚使ってるんですが、しっかりとフルコンボ。ん？ゴコス懐かしいな。何だったかな、あの名前。自信のやつ。ミディキーならいけそう。ミディキーってやばそうだ、ね、なんだかんだいい勝負。そうだね、なんだかんだいい勝負。天竜攻略。あ、天竜攻略か。ちゃんと、てか、棒読みちゃんが賢すぎる。あ、裏回って、独身で締める。威力がないからちょっと締めれない。いや、しかし今の残毒映画。いい判断してるね。ここ出して、でも出してもいい。いや、どうなんかな。僕なら出す。あ、オッケー。ここで追い詰めていく、詰めていきたい。向こうにスペカ出させてもいいし、でもまあこれもよし。煙突で締め、締め細かすぎ。プレッシャーやばい。ごめん、オタク特有の早口になるから。うわ、樹木荒ぶっとるね。動いてた。じゃあゆっくり喋るね。エアスク明けディレイウム、ゆっくり喋るね。みんな、じゃあ1対1ですね。字幕やばい。なんで、うん、ゆっくり喋るね。ための3円から。刻んでいく。前に来たところを3円で。きなり聞いたことない刻むっていうのが。後でできるなら俺も参加したいと思うけどね。まだ1回戦なの。うん、いた、いた。そう、いや、ここは今裏回りか。今のつらいな。ここは焦点図もしづらいね。うまく逃げたいところですが、天守側はチャンス、しっかりと決めてフルコンボ。まあ僕もしづらいな。あの棒読みちゃんが悠長にハングルを日本語に直してくるのすごい。うん、今日はそのための棒読みちゃんなんだ。あと字幕な、荒ぶりすぎな。ダイヤモンド、あー、点灯で暴れちゃう、痛い。これは難しいね。うまくここはスペース取って胸に使いたいね。うん、羽衣も使ってもいいかもしれないけどね。焦点突お持ちだし。ミソンスンジ、そうだね、暴れ狩りの3映画機能来てるね。あー、ここ押し込まれる、威力はない。あ、バックステップ、いい判断。石柱はどんどん吐きたい。あー、なるほどね。うわー、熱いな。1回目からこれが最終ラウンド。あらー、未来永劫団がありますね。これは
厳しいのでは。あ、暴れのジャンルクエ、あ、ここ、あぶねー、テイクだったら死んでいた。そうだね、あー、鼻ぐもりが切れる。霊殿から英語さん、あ、そうだね、天つね出したいよね。ヨウムの肘って天使 J6A 叩けるんだ。叩ける。英語さん、あ、でも結構タイミング合ってないと。あー、終わりましたか。斉藤さんの勝利ですね。はい、始まりました。大会の緊張感派、何回やっても慣れないっす。なあ、慣れないね。ただそこで吹っ切れた人は強いよね。で、さっき何か問題がありますのかっていうのが、その気持ちわかるわかる、コメントでありましたけど、しっかり作らないといけないから、今回は高いのでね。衣装は他に2つあるから楽しみにしててね。で、自己紹介動画もまた出します、しっかりと。で、試合の風景ですね。 B さんがレギュラーですね。ゆかりか、これはやっぱそうだね、ゆかりは苦しいかもしれないですけども、置き攻めがどうしても強いから、エミリアさん、あ、これ一方的か。いや、でもここ全狙い、大会派、大変前に手が増える、手震えちゃうのか。僕慣れてるな。あの、アローか、あ、アローじゃない、フォークか。そうね、ちょっとそういうところは抜け出していきたいね、ワープ使って。ただどうしても苦しそう。そうだね、苦しそうだ。置き攻めされた時の、あ、ここチャンス。いや、でもスペルカードがね、ここ、そのありますよ。リハビノールトってキャラだから、うん、ビノールトさん。そういえばそうだった。ここ、ビって書いてってるせいで。ビノールトさんですね。いや、頑張ってほしいな、ゆかりさんには。ああ、結界かられちゃったか。これが実際のリアルの戦いだったら。きついな。きついね。リアルの戦いだったら、ゆかりの後ろに立って頑張ってって言いたい。このレミリア強いですね。そうですね、ビノルトさんはうまいですよ。まあ、僕がレミリア苦手というのもあるんだけれど、全然勝てないです。おみちセンスだったっけ、天狗センスだったっけ、それもあるのか。あ、刻みが普通に避けられるか、霊撃でちゃんと裏回って 3A。 なんとかね、このミノールトさんの攻めを止めたいですね。 B、 前結界、あ、おいしい、あ、あ、なんか止まったね。天気雨か。ここでもワンチャンありますよ。あー、いた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 。なんでー。け、あ、ゼニか。あー、そこ 3A か。惜しいね。礼儀か。いや、難しいか。ここの1ラウンドは。滑舌難しくない？あ、とりあえず A で暴れる。大事だと思いますよ。こう攻められると一旦は暴れとくぐらい見せないと。お、 DB かな、当たっていく、ダッシュが当たる。ただプレミアのジャンプ 6A がこの対戦きつい、きついですね。お空に燃やされたのできました。あ、ウエさん燃やされちゃったか。誰だったんです、
ここ霊撃回してでもいいから使いたいな。前結果、あー、いってた。あ、うまく抜けた。ナイス。僕の差し込み具合がすごいよな。あ、うまい。燃やしたのできました。プロゴリラーさんでした。おあんだ、熱いカードじゃないですか。やっほー。消え、刻んでる。割れた。あー、確定で熱い。ゴッド A214。 今はレミリア結構手札は事故っているんだけど、5コスは確定割りが始まってしまう。あー、なるほど、これはきついね。八方斎さんもかなり大変だったんじゃないかな。あら、大会してるんだ。うん、大会してるよ、時計さん。まあそのためにもみんなチャンネル登録と相手が高評価もらえればいいかな。わらわら、ハイベレインワイチングフォアゲス。さあ、ゆっくりんごと通信用さん、これはミス、どうなんですかね。この組み合わせってどうなんだい、小町とメイリンって。結構なんか小町だと追い返せるような立ち回りできそうなんですね。生まれる。あと字幕な、荒ぶっとるな。雨は降っとらんけどな。ミスズさん、とても強い人だよ。ミスズのシーンを消せない。うまいね。あ、チャンネル登録ありがとう。メイリンズ、ごま。うん。シスカルさんのミスズ派、ほんと別次元。マジか。はは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 は。みんな、知ってんのか。ははは。入り直すわ。多分完全ズレかな。ズレっぽい。うん、ズレだね。ズレかだと思うんで、ズレの場合はやり直してほしいけど、あの完全ズレだったらその可能性もあるんで。ズレだな。あ、ズレか、ズレだね。というわけで、もう一回。ただこの組み合わせは難しそうだな。まあ、こまっちゃんも体でっかいからしゃがんでもな。お、メイリン、ま、今の切り返し抜けていく。いいね、ジャンロクが熱い、強い。なんかメイリンが来るところに、あの小町や、あのジャンロクエとか置けば強そうだ。ベニスン系は対策のカード積んでないときつそうだ。エイエイでフルコンボにならんけどダメージ稼ぐ。体力的にはメイリンが有利なので無理はしないでいきたいところ。ガバンギ、おー、いいですね。絡める。大空。レッド S、五輪。五輪。寸形対策のカードって小町にありましたっけ？ガード半減ぐらいしかないような気がするんだけど、僕は。僕はね、やってるのは。ああ、でも全員はダメだもんね。結構もう、難しいと思う。え、今どうなったの？きつい。お、ナイス、結界。あ、うまい。対空うまい。位置入れ替え。グレイズしたいところ、うわ、ちょっと待って、うまい。今のうまい、ナイスプレイ。あるぞ。やった。あ、今のグレイズね、抜けたいところだったのに、しっかり爆発させて。お、ゴール。あ、な、バックステップしたかったけど、いや、ハメが入る。ね、来て来て来て。それ痛いなぁ、マジ。鬼だ。まあ、カードね、そういうガード変形もないし。これは大人げない。ド寸形を決め目できるとか仕上がってる。110。しっかりとね、タイミングつかんでたらしい。今の対空うまかったなぁ。うん、そうだ。対空上手だったよね。
ちゃんとジャンエーで触っていく。ジバクレイをレベル3にしたか。お、ちゃんとね、対空をずらして。となるとあんまり画面端も来たくないね。ステートカード、うすんけか、痛い。あー、暴れたいとこだけど、きついなー。レギュラー、あーあれ実際本当にわからないよな。あの状況何が良かったと思います？そうならやるよな。わお、レベル4くれないすん、ほんま早い。そう、見えないんですよね。反応できないっていうか。そうだね。バックステップで合ってるの？何もカードがないときって。コマ、メイリング、イス、ジュスト、コマチ、ベインズ、コアネレド、ボレベア。アビーでいいんじゃないでしょうか。暴れれば普通に通る。あ、そうなんですか。ね、メイリン、ね、コマチ、永遠に追い詰められてるね。この暴れがね、僕できないんだな。暴れ通るんすね。ダメ取っていく。あ、危な危な、ダメ削れる。いい、あ、ずらしてしっかり。これは、あ、なるほど、ラウンド取りたいって。あ、当たらないか。今対空ね、いけたかと思ったんですけど、そもそもあれに判定がない状況と、あのプレッシャーで出すのは勇気いりますね。 C を見てからって意味でガードしてからじゃ暴れダメですけどね。なるほどね。めっちゃ削る削れたね。下段を捨てた感じがする。とりあえず暴れていく。苦しい。あ、でもしっかり暴れていく。これね、多分こういうことだと思うんだけど。で、スペカでダメージを取ってね。この後もきついね。痛い。危ない、今触られそうだったな。お、対空しっかりできてる。ただ、台風も近いので。これが本来やっちゃダメなタクっすね。今回は読みがち。なるほどな。あー、ここがコスがいたし。あ、いらっしゃい。あ、ドラゴンさん待ってたよ。